3分でわかる、板の読み合い講座をしていきます。板グルをする際にキラーから見える視点や、フェイントなどを紹介しようと思います。とりあえずこれだけ覚えれば大丈夫です。まず一般的な板グルをしてみます。回る方向によってキラーの視点が違います。これがポイントです。キラー視点を見てみましょう。右回りは板の配置的にサバイバーがよく見えますね。逆に左回りは板とサバイバーが重なって見えづらいところが発生しています。フェイントなどする場合は、これらを理解し行動しましょう。キラーがサバを視認しているので、お互いに読み合いが発生している。サバイバーはフェイントしていますが、キラー視点では見えていないので読み合いは成立していません。次でダウンするんよ、絶対次で絶対ダウンするから、もう絶対ダメだね、こういった倒しじゃ。でこれちょいちょい歩き入れます。で負傷すればするほど、あのハントレスで斧構えてくるんですよ、基本的には。でこっちからはフェイント意味なくて、これ死角になっとるから、こうこっち回りするときはもう絶対フェイント入れちゃいけない。これフェイント入れてもね、ハントス見えないから。そうで、これ突っ込んできてね、でこれ突っ込んできたらこうデッドハード合わせるの。これこれがね、新デッドハードのめちゃんこいいところ。でこれも多分構えてる。はい、まあ疲労ついてデッハもないんで、もう突っ込んできますね、これは。まあここはね、どうしよう。これはデカスンギー。